ディクソンの気配を感じる。奴のいる頂上は近いな。ここから先に進んだら引き返すことはできなくなるだろう。それでも行くのか、シュルク。はい、覚悟はできています。迷いはないんだな。ないと言ったら嘘になります。でもそれでも僕らは進まなくちゃならない。そう、私たちがなすべきことはただ一つ。とっくの昔に決まってるぜお兄ちゃん。いやすまん、どうやらお前らには愚問だったようだな、ダンバンさん。よし、行こうか。俺たちの来る場所を守る。それがわしらのなすべきことだ。はい。元はホムス。姿形は違えど願いはわしらと同じ。行くぞジュジュ。はい。ディクソンさん、待ってたぞシルク。僕たちと戦うためにですか。ああ、そうなるな。それとも黙って切られてくれるか。それはできません。もっともだな。出ないと面白くない。俺は最初からザンザ様のために働いてきた。お前のこともそのために鍛えてやってたんだぜ。はい、力を与えてくれたこと感謝してます。そのおかげで僕は今ここに立っている。言うじゃねえか小僧ディクソンさん、どうしても僕らを阻むというのなら、僕はあなたを斬る。さあ始めようか。やばい、ほら存分に暴れろ。やれそうだ。ほらよ、どうだ。こんな攻撃ヒオル、みんなの力を一つに。それでいい、シュルク。
相手じゃ食い足りねえのよ。おう、お前は確かメイナスの力を受け継いだ。力じゃない。ああ、メイナスから受け継いだ思いで私はあなたと戦う。フィオル、思いか、そいつは腹が膨れるのか、気に入らない奴をぶっ殺してくれるのか。あなたはなぜ戦うの。ザンザに力を貸して何もかも滅んだ世界で、あなたはそんな世界が楽しいの。考えるってのはまさに力を持つ者だけの特権だな。違う、ザンザなら俺に戦う力と場所を与えてくれる。それが面白いのよ。それが理由なの。そんなことが。それが真理よ。メイナスは巨神界と鬼神界の全ての命が一緒に生きていける世界を望んでた。私はあなたを許さない。そうかい。だが何ができるんだよ、その体で。知ってるぜ、その体にはもうモナドがないってよ。もうじき動かなくなるんじゃねえか。だめ、そろそろ限界だろ。まさか。平気だよ、最後の最後までシルクと一緒に戦うんだから。フィオル、いや、ここがその最後の最後ってやつだな。どうした、モナドなしのてめえは本当に無力で非力な小僧だな。シルク、終わりだ。期待外れだったよ、お前は。メリオ、立て、フィオレン。シルクと共に生きるのではなかったのか。こんな奴のために無駄に命を削るな。そうよ、欲しいものを手に入れるの、死んで守るなんてダメ。シェルク、そろそろ本気出せ。俺は知ってるぜ、モナドがなくたってお前はこんな奴より強いって。リキだって知ってるもん、シェルクはいつも勇敢だったもん。いつもの気持ち思い出せたもん。シェルクは本当の勇者だもん。そうだ、借り物の力などいらん。自分の力を信じろ、シュルク。みんな、シュルク行こう。シュルク、私たちの力で。そうだ、僕たちはみんなから受け継いだ思いと自分の力で。前座にもなれしね。貴様ら、その力は。任せて。
まだ戦うのなら言ってくれるじゃねえか。やめだやめ、これ以上は割に合わねえや。ディクソンさん、神の力は欲しかったが、殉教者になるつもりはないんでね。行けよ、命を懸けてまで足止めする義理はねえ。ふざけるな、そんなことで俺たちが。シュルク、行こう。僕たちの目的はザンザだ。死のとこは見せてやらねえ。お前は一生俺より強くなったことに気づかず生きていけ。じゃあな。これが羊飼いに憧れた羊の限界だったか。シルク、あの傷。なぜだ、なぜここから先が見えない。二つのモナドを手にした今、この世界の因果の流れは我と共にあるはず。なぜビジョンがここで途切れる。ディクソンが消えたか、ローランもあの者たちに。バカな、テレシアの力が弱まっている。赤のごとき矮小な生命に遅れを取るだと。この世界はあなた方のもの。神など必要のない世界を作ってください。神のいらぬ世界だと。ふん、神あってこその世界だ。ここは我の世界なのだ。なんだこれ。なんだもうここ、いつの間に夜になっちゃったも。リキ、スヤスヤしたのかも。見て、足の下も空になってる。いつの間に巨人の外に。それに陸も海もないなんて。連携準備完了だ。よし、やっちゃえ。バックスラッシュ、逃がさないから。気を抜かせるわけにはいかないんだ。では先に進むか。私たち強くなったよね。
ヒッパーディッチ。やれそうだ。調子は熟しつつあるな。いい感じ、いい感じ。どんどん進みましょう。だが、油断は禁物だぞ。あれは水の塊。とうとう来たね、シュル君。君はどうしたの、シュル君。楽しみにしているよ、君が選び取る道を。そして道を選んだ後にまた会おう。ようこそ、シュルク。その声、ザンザか。でも、姿が違う。そう、本来であれば我はシュルクから得たこの体をよりしろとして次の千年を生きるつもりだった。だが、思いがけぬ力が手に入ったのでね。メイナスのモナド。そうだ、お前に預けてあった我のモナドだけでなく、もう一つの創生の力をもこの手に収めることができた。すべてを手に入れた我に、もう巨神界の生命は必要ない。すべてはお前のおかげだ、シュルク。使徒たちの誰よりもお前は役に立ってくれたよ。我への反逆の罪もモナドさえあれば許すことができる。へっ、ご褒美でもくれるってか。その通り。我が新たな使徒に助するとしよう。永遠の生命、強靭な肉体、もはや死の恐怖に怯える必要はない。その傲慢さでハイエンターを、いや、巨神界に生きる者たちをもてあそんだ者が何を言う。もてあそんだ。そうだ、テレシアに変えられた者たちを私がどんな思いで打ち果たしてきたか。何を言っている。あの姿こそが彼らの本質。変えたのではなく戻したのだ。テレシアは我の細胞の一部。それに戯れに知性を与えてみたのがハイエンターに代表される原初生命たちなのだ。つかの間といえど
知性体の真似事ができたのだ。感謝してほしいところだな。なるほど、造物種の思い上がりというわけか。本来巨神界の生命とは我が存在するための依り代であり、勝手だ。巨神界とはそれらのムクロと生命エネルギーが積み重なったものに過ぎない。だが全能を気取ろうと貴様はハイエンターによって監獄島に囚われていた。その程度の存在だ。囚われていた？我はただ休息していただけだ。かつてメーナスの依り代との争いで我も傷ついていた。ビジョンで知った新たな依り代の誕生、その日を待ち続けていたに過ぎぬ。それが僕だと。そうだ、お前の体を得て我はメイナスとの戦いに再度臨むつもりだった。だがあれが最後になるとまでは思わなかったよ。メイナス我にモナドをもたらした功をもってそなたを新たな使徒にジョストしよう。シュルクよ、断る。お前の依り代にも使徒にもなるつもりはない。僕はただのホムスとして生きていくだけだ。お前のいない世界で。残念だ。全てを我に委ね安寧の時を得ればよいものを。だがそれが知性体というものの宿業かもしれん。自らの力、技術で世界を変えようとする。それは神のみに許された技だ。鬼神界を滅ぼした理由はそれか。当然だ。メイナスを報じていたマシーナというものども、あれもまたメイナスの庇護のもと不遜な進化を遂げつつあったからな。そんでもって次は俺たちホムスの番ってわけか。その通り。ホムスもまた危険な種族であることをお前たちが証明しつつある。残念だ、我は友人が欲しかった。だが生命に知性など与えるべきではなかった。神が友を求めるべきではなかったのだ。違う！メイナスは僕らとの共存の道を選んだ。メイナスが僕らを友と呼ぶのなら喜んで受け入れよう。だがお前が求めているのは友なんかじゃない。従順な下僕だ。己のための餌だ。やはりお前たちに考える心などは過ぎた代物であったようだ。だがもうじき全て終わる。テレシアが巨神界の生命を喰らい尽くす。その後我は新たな世界を創生しよう。これまで幾度もそうしてきたように。させない。絶対に僕たちが止めてみせる。お前たちを消して、この世界の気持ちが伝わってきたよ。この影響を忘れないようにしろ。ダブルブレード、みんなの力を一つに。わかったわ。みんないい感じだよ。あっちやっすら。ダンバーさん、お願いします。おお、任せたぞ。ピオロ、私のマンネ終わらせない。うん、わかった。この雰囲気を終わる。ホットだよ。おお、疾風陣。このタイミングを忘れるなよ。神に抗えると思うな。よし、連携のチャンスを。エアスラッシュ。ダンバーさん、お願いします。おう、私のバンネ。みんなの気持ちが伝わってきたよ。私も感じるわ、シュルク。何故我が恋を読む。バンネ、ヒアル。敵は見つか。連携準備完了。
OK、 いつでもいいよ。矮小な器の分際であくまで神に逆らうというのか。ならば圧倒的力で全てを抹消してやろう。なぜだ、なぜビジョンが使える。モナドはその手にないというのに。わからない、だけど心の奥底から浮かんでくるんだ。倒すべき相手が、変えるべき未来の姿が。見えた未来は絶対のものじゃない。私たちが選んだ道の数だけ無限に変化する。それはあなたもよくわかっているはず。これまでそうしてきたのはあなた自身なのだから。それは神のみに許された技だ。だからどうした。見えようと見えまいとそんなことは重要じゃない。選び取ろうとする意志、掴み取ろうとする力、僕らは今それを手に入れた。これはモナド。あなただけに選ばせはしない。この世界に生きるもの全てに選ぶ自由がある。それが未来よ。第三のモナドだと。なぜそんなものが。なぜお前たちごときが。
なぜだ。神の力を超越するなど。ザンザ、これが世界の摂理。神といえど摂理に設定された限定的な能力の行使者に過ぎない。その力は巨大といえど無限ではない。この声は貴様はアルビース。使徒の分際で貴様は。僕はモナド。僕は世界の始まりにして終わりを告げるもの。なんだ、何を言っている。さあシュルク、選び取る時だ。ザンザの世界か、君たちの世界か。そんなこと最初から決まってる。うわあ！その文字は。僕たちは僕たちの力で神を切り、そして未来を切り開く。紡がれてきた神の記憶が消えていく。ここは僕の故郷の世界だ。君の。さあ実験を始めよう。この声は。まだ神となる以前、一人の人間として血と肉を持っていた頃のザンザだ。ダメよ、まだ何の確証も取れていないわ。危険すぎる。この声はメイナス。何を言っている。恐れることはない。我々は宇宙の誕生に立ち会うことになるのだ。そうだ、これは神にしか成し得なかった奇跡。人間が一歩神に近づく記念日がやってきたのだ。やめてクラウス。それは純粋な探求心だった。そのたった一人の純粋な探求心によって元の世界は消え去り、そして新たなる宇宙が、君たちの世界が誕生した。二人の神と共に。ザンザたちは孤独だった。それゆえに自分と同じ姿をした生命を生み育てたんだ。それが僕らなのか。世界が次の段階へ進もうとすれば、その行く末は時代の意識、生命体に委ねられ、おのずとザンザという子の意識は消滅してしまう。ザンザはそれを恐れていた。己の消滅から逃れるため、ザンザは永遠に破壊と再生を繰り返す世界を望んだ。巨神界に生命が溢れていたのも、それを刈り取るテレシアの存在も、全てはザンザの意志だったのか。そうだけど、友人を望んでいたという思い、それも偽りではなかった。彼の未来と僕たちの未来、共存することだってできたかもしれないのに。その通りだ。だけど時は戻らない。神は自ら生み出した新たな神によって倒された。新たな神。そう。
だからこそ僕は君の前に現れたんだよ、シルク。アルビース、君は一体？装填位実験施設を管理するコンピューターと言っても君には理解できないだろうな。ま、ただの機械さ、元の世界の僕はね。アルビース、この世界は停滞し疲弊し続けている。だからこそ僕は君に聞こう。新たなる神よ、君の望みは？君たちは世界をこのまま停滞させるのか、それとも次なる段階へ進化させるのか、選ぶのは君だ。わからないよ。僕はザンザの好きにさせたくなかっただけで、僕が神だなんて。だよな、お前が神様だなんて間違ってるぜ。みんな、だいたい次なる段階ってのはよくわからないのね。私たちはただ当たり前の日々を当たり前に過ごしたいだけなのに。飯食って寝て笑ったり泣いたり、たまには喧嘩もしたり、そんなもんだろ。そう、そして大事な人のそばにいられればそれで十分。それでも我々は少しずつ変わっていく。昨日と同じ自分はそこにいないし、未来がどうなるかもわからない。わかんないから楽しいだもん、リキ。そう思うもん。わからないからこそ次はああしようこうしようって考えるんだよね。それは不安だけど楽しくもある。そうでしょ？ああ、それを進化と呼んでいいのなら、俺たちはいつだって進化している。劇的な変化なんか望まないよな。そうか、そうなんだ。少しずつでいいんだ、毎日少しずつ。そんな進化こそが世界に。勝手だけど、君の意識の中にある彼らの人格を再現させてもらった。ひどいな、一人で何も決められないと思われてるんだ、神なのに。すまない、こう見えて焦っているんだよ。今のままだといずれこの世界は消滅してしまうからね。それで望むことは決まったのかな、新世界の担い手よ。教えてくれ、君が決めるこの世界の未来を。僕は決めないよ。未来は一人一人、世界に住む全員で決めていくものだから。だから僕が、いや僕たちが望むのは神なき世界だ。この俺を殺す気か！
すいません、防衛隊長殿。謝って済む問題か、貴様。罰としてウサギ跳びで町の周りをガジッシュ。それだけはご勘弁を。ああ、そうだ。その資材は四区の方に移動しておいてくれ。だいぶ再建も進んできたな。メリアやバネアたちのおかげだな。ハイエンターやマシーナの技術、大したもんだよ。当然のことをしているまでです。私たちが手を取り合って生きていく、それはメーナス様や兄エギルの願いでもあるのですから。そうか。いいもんだな、こういうのは。お兄ちゃん。おお、フィオルンか。どうした？シュルク見なかった？シュルクか。そういや、さっきラインたちとどこかに出かけていったな。そう、ありがとう。あ、フィオルン。何？いや、なんでもない。なんだ、シュルクならここにはいないぞ。すごいね、後ろにでも目がついてるみたい。何を見ていたの？海？ん？特に何を見ていたというわけではないが、強いて言うならこれから先私たちを待ち受ける未来かな。わあ、それかっこよすぎだよメリア。そうなのか？そなたの問いに率直に答えたまでだが。でもわかる、その気持ち。いろいろあったもんね。ああ、あったな。そなたたちには感謝している。そなたたちと出会えたことで私は多くのものを見、聞き、そして今ここにいることができる。うん、それは私も同じ。ありがとうメリア。そしてこれから先も。うん、これから先も。Thank you.
その文字は、僕たちは僕たちの力で神を切り、そして未来を切り開く。我が消えていく。創世から紡がれてきた神の記憶が消えていく。何を見ていたの？海？ん？特に何を見ていたというわけではないが、強いて言うなら、これから先私たちを待ち受ける未来かな。赤毛糸が見えたよ。分かった。そっちに向かう。
助かったみたいだね。そうだな。しかし一体何が？突然だったから僕もよく見えなかったんだけど、コートがチカチカっとしたと思ったら黒いビームが伸びてきたんだ。黒いビーム、コートの新たな防衛機構かもしれないな。ジャンクス飛べるのか？いくつか破損しているパーツがあるから新しいものに交換しないと無理だね。そうか。大丈夫、パーツは特殊なものじゃないから、コートなら手に入るよ。そなたは短絡的で良いな。この先何が起きるかわからないというのに。こんなこともあろうかとこいつを持ってきてよかったよ。右は任せるもん、ヒナは左をやるもん。わかったもん。今の声は？あれは。キノとネネじゃないか。なんでこんなところに？シルク、助けに行くぞ。ああ。
次にマイルドダウンの餌食になりたいのは誰だの？そこからちょっとでも前に来たらキノのライフルが火を吹くの。キノ、ネネ、大丈夫か？もう僕たちも手伝うよ。メリアさん、シュルクさん、大歓迎ですもん。これで100人引きですもん。キノもネネもすごいね。まるでラインやカルナと一緒に戦っているみたいだったよ。そうだな、さすがは勇者リキの子供というところか。怪我はないかキノ？もうん？ごめんなさいですもん。キノは人見知りなんですもん。人見知り、そうだったのか。もう悪気はないんですもん。ここにいたらまた襲われるかもしれない。どこか安全なところに移動しよう。そうだな、ネネとキノも良いか？もちろんですもん。よし、ここなら見通しもいいし、一休みできそうだ。そなたたち、なぜあんなところにいたのだ？いや、そもそもどうやってここに来たのだ？メリア、この子たち。なんだと？それは本当か、シュルク？二つの位置関係を考えれば、信憑性は高いと思う。コートが巨神方に。だから。なるほど、それでジャンクスの出番というわけか。気遣い感謝する。だがザンザがいなくなり平和になったとはいえ、復興は道半ば。なすべきことは多いのだぞ。それは分かっているよ。メリアがそのために毎日頑張っているのも知ってる。それならばなぜ？もし巨神方にコートがあって住んでいる人がいるなら、メリアは会いたくない。シュルク、そなた行って帰ってくるだけなら半日もかからないよ。Thank you.
と説明？まあ、たまたま通りかかったら声が聞こえてきただけも。嘘はダメも。ねえねえ、キーナをずっと見てたもん。シュルクさんの後について行って盗み見していたもん。もも、姉ちゃんも昨日ずっと盗み見してたもん。ママも。やっぱりそれで乗り込んだのか。でもどうして。もも、昨日は父ちゃんのような立派な勇者を目指しているですもん。それはリキも喜んでいるだろうな。だが、なぜそれが乗り込むことにつながるのだ。困っている人をいっぱい助けるもん。そうしたらいっぱいお友達できるもん。立派な勇者にはお友達がいっぱいいるんだもんって父ちゃんが言ってたですもん。なるほど、それでの。ごめんなさい。欲しいも、キーナ、ごめんなさい。もう恩返し、一人だったキーナを育ててくれた父ちゃんと母ちゃんに。一人だった。そうですもん。父ちゃんがある日突然連れてきたんですもん、弟だもって。そんなキーナをみんな何も言わず受け入れてくれたもん。キーナとっても嬉しかったもん。だから早く立派な勇者になって。ごめんなさい。キノ、そなたは偉いな。それに立派な心。リキもオカも。うん、そうだ、僕とメリアも今困っているから。本当も。あ、しょうがないもん。そこまで言うならシュルクとメリアちゃんをキノのお供にしてやるもん。キノ、お供じゃなくてお友達も。さて、ジャンクスのシュ…ああ、それな…ちょっと離れちゃうけど、あっちの。なぜだ。メリアが言っていた。また攻撃される。うん、確かに。そうしよう。よし、決ま。勇者キノの冒険始まります。